はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、表見代理、民法109条、110条、112条について解説いたします。111条っていうのは代理権の消滅事由なんで、ちょっと今回はそこは省略させていただきます。で、今回、表見代理っていうのは、無権代理行為が行われた場合の話なんですね。無権代理行為が行われた場合、基本的には本人を保護するんだけれども、今からお話しする一定要件を満たした場合は、相手方を保護しましょう。っていうような内容になっております。じゃあ、この表見代理が成立する要件って何かというと、1から5に該当して、かつ第三者、いわゆる相手方って条文では書いてあるんですけども、相手方が善意無過失だったと。この2つを満たした場合に限って、本人ではなくて第三者を保護しましょう。この相手方を保護しましょう。これ言い換えると、本人が責任を負うということなんですね。で、本人が責任を負うということは、第三者は本人に対して、契約通り約束を守ってください。履行請求することができるよと。いうような内容になっております。じゃあ、この1から5の内容ってどんな内容なのか、一つ一つ見ていきます。まず1番ですね。代理権授与の表示。これはどういうことかっていうと、この本人がこの代理人に対して、代理権を与えたような表示をしたといった場合、これ例えばなんですけども、本人がこの代理人に対して白紙委任状を交付したと。ここで言う白紙委任状っていうのは、誰に対して、どんな内容を代理するかっていうのを何も記載していない委任状なんですね。例えば、この代理人に対して、下記の行為を委任する。で、下記行為ってどのような行為かっていうと、この本人が所有する不動産を売却する行為。で、このように、この代理人が自分自身で書くと。白紙の委任状をもらって、この代理人が今言ったような内容を書く。そうすると、それをもってこの相手方と売買契約、この本人の所有する土地の売買契約、締結することできちゃいますよね。でも、本人としては、これ代理権を与えたとは思ってないんですよ。だから、一応無権代理にはなるけれども、代理権を与えたような表示をしてますよね。白紙の委任状を渡したということは。で、そのような場合、ここで今言ったような本人の不動産を売却するようなこの契約をして、で、相手方が善意無過失だった。つまり相手方は代理権がないことを知らなかった。かつ過失がなかった。そういった場合ですね。そういった場合っていうのは、この相手方、これ条文では第三者って書いてあるんですけども、第三者は本人に対して履行請求をすることができるよと。相手方、いわゆる第三者を保護して、契約通り、相手方は本人に対して不動産、ちゃんと売却してくださいねと、引き渡しをしてくださいねって請求することができるよと。いう話です。もちろんね、引き渡し請求するためにはお金払わないといけないですよ。つまり売買契約を有効にすることができる。有効を主張することができると。いう内容です。で、二つ目。権限外の行為ですね。例えば本人が代理人に対して建物の管理を委任していたと。つまりこの代理人は建物の管理を行うことができるわけです。でも建物の管理じゃなくて、その建物を売却する。そういった行為を行っちゃったと。つまり、権限外の行為しますよね。権限の範囲内の行為っていうのは建物の管理なんですけども、それ以外の行為をやっちゃったと。建物売却しちゃった。そして、第三者相手方、この人がその権限外の行為をしているということについて、善意無過失だった。この善意無過失ってちょっと言い換えるとですね、代理権があると信ずべき正当な理由があるときっていう言い方をするんですね。これイコール善意無過失って置き換えてもらって大丈夫です。で、このように相手方が善意無過失だった場合、この場合は相手方を保護して相手方は本人に履行請求することができる。つまり建物売却ちゃんとしてくださいねって主張することができると、いうことですね。で、3番目。代理権が消滅した後に、この代理人が、代理人とはもう言わないですよ。代理権ありませんので代理人じゃないけれども、この他人が代理権を行使しちゃったと。代理行為を行っちゃったといった場合ですね。例えば、代理権を剥奪した後、本人がこの代理人に対して、もう代理権、もう剥奪しますと。言った後にこの人が代理権を行使しちゃったと。代理行為をここで行っちゃった。といった場合です。例えば、はじめ本人は代理人に対して、土地の売却について委任をしていたと。で、その委任契約、解除しましたと。代理権を剥奪した。剥奪した後に代理人がこの本人の不動産を売却しちゃったといった場合、
この場合も相手方が善意無過失であれば、相手方を保護して履行請求できますよ。建物ちゃんと売却してくださいねと主張することができますよ。という話です。まずこの1番、2番、3番。これをちゃんと頭に入れておいてください。あと4番、5番っていうのは、この1、2、3の組み合わせになるんですね。まず1番、2番。これを組み合わせたのが4番になります。つまり、代理権の授与の表示をした後に、権限外の行為を行った。例えば本人が代理人に対して白紙委任状を渡していましたと。で、一方で本人はこの相手方に対して、建物の管理をこの人に任せているんだよっていうことを伝えていたと。そういった状況で代理人がその白紙委任状に、まあ、自分自身は建物の売却も依頼されているって自分自身で書いちゃって、で、ここで建物の売買契約を締結しちゃったと。いった場合です。相手方としては、あれ、建物の管理の委任されたって言われてたけども、委任状を見ると、建物の売却についてもこう書いてあるわけですよ。ってことは、まあこれ、あ、なるほど。本人は代理人に対して、あ、建物の管理だけじゃなくて、建物の売却についても、まあ代理権を与えたんだなって思っちゃいますよね。まあそういった善意無過失だった場合、この場合も、相手方を保護して履行請求できるよ。っていうのが4番の内容です。で、5番の内容。5番は、代理権が消滅した後に権限外の行為を行った場合です。まあ3プラス2ですね。はじめに建物の管理を与えていました。はじめに本人は代理人に対して建物の管理を委任していたと。で、代理権もらっていて建物の管理を行っていた。その後本人はもう代理人に対してもう建物の管理やらなくてもいいですって。まあ委任契約解除して代理権を剥奪しました。で、剥奪した後にこの代理人が建物の売却、いわゆる権限外の行為を行った。まあそういった場合、相手方が善意無過失っていうのであれば、相手方は本人に対して履行請求できるよ。建物売却してくださいねと主張することができるよ。っていうのが5番の内容です。なので、まず1、2、3を頭に入れていただければ、あと4、5については、これの組み合わせなんで、まあそれほど難しくないんです。まずは1、2、3を頭に入れておきましょう。で、これ1プラス3っていうのが実はないんですよね。で、この1プラス3って考えづらいんですよ。これどういうことかっていうと、代理権が消滅した後に、まあ、白紙委任状みたいなのを渡しましたっていう話ですよね。まあ、その場合って言ったら別に1だけ考えたらいいわけなので、まあ、1プラス3をあえて、まあ、法律の条文に、まあ、規定する必要がないということで、まあ、これ規定がないと、まあ、いうことです。まあ、毎日1プラス3があったとしても、この1が適用されて、まあ、表件代理は成立しますんで、まあ、その点はですね、それほど深く考えなくても大丈夫です。で、今回は表件代理について解説したんですけども、この表件代理っていうのはあくまでも相手方が善意無過失だった場合なんですね。この代理人、これいわゆる他人なんですけども、まあ、この人に代理権があると、信ずべき正当な理由があるときに限って本人に対して履行請求をすることができる。本人に責任追及することができるっていう内容なんですね。じゃあ、相手方、この第三者が悪意または有価質だった場合はどうなるかって言ったら、この場合は無権代理として処理をしますと。まあ、つまり、本人に効果は帰属しない。代理権の効果は帰属しないので、まあ、本人は後で追認拒絶をすれば、代理行為の無効を主張することができる。まあ、つまりこれは本人を保護すると。まあ、いったルールになると。まあ、いうことですね。まあ、これですごく重要なんで、しっかりですね、頭に入れていただければと思います。で、今回一番重要な部分はどこなのか。まあ、これについてはですね、ちょっと個別指導で解説させていただきます。これが分かっていれば、表件代理の全体像見えてきますんで、もしその部分知りたいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。